皆の衆、お呼びでござるか。忍者 YouTuber の高丸と白影なりー。ちょっと引っ張りすぎでしょ、このつけ。今日はですね、ちょっと前回指南箱引き忘れちゃったので、お前引いてからずっとこれしてたんだ。ずっとこれ、そう、しまったと思って、結構計算してみたんですよ、自分たちが死ぬまでの間にこのペースでこの指南箱終わるのかと。無理やな。結構ですね、今までも引いてどういう風にやろうか考えて時間かかる。そうこれがね、毎回自転車操業みたいに、やっぱりこう一回そのこの先何をやるかっていうのをちゃんと全部引いて、でそっからちゃんと企画と考えてってやるっていう順番にした方が、まあはいはいはい、時間かけるやつは時間かけながらやっていくけど、はい、先に引いとくんや。それがいいかなというふうに思った。最初からそうしといてもらって、これ本当ですね。で、なんですけど、この指南箱について一言物申したいという人がちょっと今来てるんですよ。気になるから芝生で。はいはいはい、じゃあどうぞ。はいはい、どうも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 。出た忍者清盛でございます。はい、え、なんすか。はい、いやね、まあ僕もずっと見てたわけですよ、この指南箱。おう、まあ、水雲だの、宝禄火矢など、ちょっとやりやすいやつをやってるだけなんじゃないかなと。どの口言うと宝禄火矢水雲がやりやすいってどういうこと。めちゃめちゃ、いや、このインパクトのあるのをね、こう選んでるだけなんじゃないかと。はい、そんなランダムで引いてそんないいのが出るのなんてっていうところで、今日はちょっと検証しにね来させていただきましたので。結構な、それな、見てる人何人か言ってるんで。でもそうですね、いや、もう見てたらそう見えますからね。でもこれはガチやから。そうですよ、ガチですよ。ほんまですか。はい、じゃあ今日僕が引いてもいいんですか。あ、いいっすよ、いいっすよ。じゃあそれ、そのとこまで言うなら引いてくださいよ。わかりました、じゃあそれやってくださいね、僕が引いて。ただ、はい、これ一回引くのに、はいはい、1000円かかるで。そんなかかるの。え、そうそうなんですよ、忍中部の人がやるんだったらこれいいんですけど、まあ、忍中部の…で、今日あれやで、そう10連でやるから、これ10連ガチャなんで1万。はい、課金してください。1万課金。1万課金して引いてくれれば全然いいですよ、やりますんで。パズドラでいい、それなら。1万円ありがとうございます。1万円、ちょっと財布取ってきます。ということで、忍術指南箱10連ガチャ。はい、じゃあまず1000円白影さんにお支払いください。本当に持っていくんですね。はい、1000円いただきます。じゃあ引いていいっすよ、引いていいっすよ。1個だけの。1個だけ、1個だけ。じゃあいきます。パパイの何が出るかな。じゃあまずはこれで。おお、何でしょう。じゃん、放火術六花城。できるわけないじゃん。1000円でいいよ、失った。これ京橋さんちでやるやつですよ。うちマンションなんて丸ごと機械が多いっす。まあでも結構絵的には面白くなりそうな。はいはいはい、はい、燃やされる系な。そうですね、燃やされる。じゃあ続いてね、引きたいですか。はい、引きたいです。じゃあ1000円です。はい、1000円で。2000円いただきます。何が出るかな。じゃあこれで、もっとでいっぱいやる。じゃあ、あ、3つ、ガマ、三つ鍵ですね。三つ鍵が、あの鍵縄のその三股バージョンみたいなやつですよね。作らなあかんやつやん。めんどくさくなってる。なんで感染症会ばっかりやんの。そうですね。よっしゃ、もう積極的に自分から。はい、もう楽しくなってきた。なんだろう、なんだ。肩の剣能かな。剣能、これ何でしたっけ。なんだっけ、認否で出てくるやつなんですけど、ちょっと分かんなくなった。ちょっと後で調べてしっかりちゃんと読み解いてやるわ。はい、お願いします。やりたいと思います。さあ、続いては何が出るか。ん、あ、もっと認否でんよ。さあ、サオンキックガネ。どんなやつ。これあれですね、あのお金の音が落ちた時とかに、あ、これはいくらだなって分かる技ですね。はい、タオトキキガネでーす。キリマルか。これあの最近ニュースにもよくなっている、まあ、高校生たちがこう実験したっていうね、ノイズキャンセリング機能があるものになります。ノイズキャンセリング機能があるものではないよ。いやいやいや、
あるあるって実証されましたよ。っていう効果があるようなものやな。そうですそうですそうです。いるわね。はい。1000円やったら生きた人いっぱいいるんじゃん。そうですよ。お、なんかでっかいの来た。陰美濃の術。隠れ美濃の術。これは読めるやろ。陰美濃の術。陰美濃の術。あ、シンプルに恥ずかしい。シンプルに。そうですね、これは隠れ方の、はい、術なので。前が隠れた方がいいんだ。そうですね、本当に。隠れたいぐらい恥ずかしい。お、開門。怪奇って初めてじゃないですか。え、今までやってへんかいな、うん、あ、やってへんわ。怪奇はやってないですよ。お、いいの引いた。え、ヨシツネビ。うわ、お前めんどくさいのばっかり引いていくやん。これクソめんどくさいな、うん、暗闇でボワッと光るっていう松明なんですけど、これね、今法律的になかなか難しい。まあでも引いたんでね。うるさいわ。すごいうるさいけど、適税大積み2か条。これか、一番ね、滑るやつなんですよね、こういうの。いやいやいや、これ多分、なんか、あれ、レゴとか使って多分だから、レゴ使うと滑るんですよ、本当にみんなが見たいやつ。オッケー、お金払ってない、これお金払ってない、お金払ってない。こんわ、めっちゃ怖いやろ、これ。これだ。あ、なんでしょう。飯鳥20か条。20か条って20か条。敵を捕まえるのね、忍者本当はあんまやらないんだけれども、これはね、ここあの心得として覚えておかなきゃいけない20個の技があるんですよ。いやいや、これな、あの忍中部見てたらわかるやろけど、パート1はあるちょっと見てくれやんのよ。パート2パート3になればなるほど誰も見てくれへんかった。20か条もあってみ、これパート5パート6いくで。お前誰も見てくれへん。どん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 なっていくやつやんか。じゃあラスト、ラストですね。はい、はい、ありがとうございます。 SSR 出るか。トリコ反術2回転。これも容認の、あの裏切り系の技術ですね。なるほど、容認は難しいんで。そうなんですよね、考えるのに時間かかんねんで。怪奇、火器、まあ、あと容認、陰認、そして陶器もね、うん、あるという感じで、うん、まあバラエティ豊かな感じになりましたけども、登り気な。でもまああれやな、考えがいはあるわ、全部。どうしようかなっていうような感じやけど、うん、面白いものになっていくんじゃん。うん、結構面白いのを引かれた。お、よかった。やらせじゃないよ、これだから。まあ確かにね、これでやってくれたら本当にやらせじゃないですからね。はい、順番は考えるで。そうですね、はい。なんかせっかくね、1万円払っていただいたので、なんか読み解きまでは僕くらいやりますけど、その後は京本さんやってもらってもいいかもしれない。一人隠れみの。一人隠れみの。かわいそうで。ということで、京本さんも今後ね、いっぱい出てくるかもしれませんが、はい、出ないかもしれませんので、はい、よろしくお願いいたします。それではまた、お用があればお呼びくだされ。これにて、ご縁白鍵なり。足りすぎ。京本さん、読み解き、義経日の、はい、お願いします。義経日を、義経日、不滅命理。お、これ牛頭脳の白騎士、随分薄くなり、まあ、牛の角を薄く削ぎまして、鵜の羽の5本下に鳥の羽を5本入れるそうですね。で、引けてるよ。水銀を蓋にして持つなり、水銀をぶち込んで蓋にして焼くそうです。お、いけるじゃないですか。いけてる。もういけるんじゃん。もう日曜日一人でいけますね。キヨモリチャンネル。キヨチューブにございまする。滑った。